だ。もう少し歯応えのあるやつを連れてきたらどうだ。その強がりがいつまで続くにゃもね。おめえら見事このネズミを仕留めた者には褒美を与えるにゃも。こいつは俺がもらった。ならこれでどうにゃま。にゃま泣き叫んで命乞いをするにゃまよ。この俺の手で。おぼろ、もうこれは1対1の喧嘩じゃない。
戦なんだ。
だぜ。行くぜ親父。合体。ヌアンギハ。まだやるとは思わなかったぜ。ああ、だがきっかけを作ったのは貴様だ。覚悟はできているんだろうな。なんだと。脅すんじゃねえよ。脅しなどではないぞ。逃がさん。クズが調子に乗るんじゃねえ。
お前が首謀者にやぼって、わしに逆らってただで済むと思ってるにゃ。分かっている。しかしこうなった以上、引くわけにはいかない。やっぱり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 。
って。Damn it, Oboro. And die, fat bastard. Thank you.
Killing won't help you. And prepare to get decapitated.感謝はしているが、なぜ来たんだ？あんたたち、何をしたのか分かってるのか？怪我はいいのか？ああ、大したことない。いや、そんなことより。そうか。なら、遠慮はいらんな。何をしたのか分かってるのか、言われなくても十分すぎるくらい分かっている。そしてこれから起こることもな。こうなった以上、朝廷はすぐにでも討伐軍を送り込んでくる。これで私たちに残された道は二つしかなくなった。奴らを倒すか、皆殺しにされるかだ。それが分かっていながらなぜ。俺一人が死ねばそれで済むことだろう。俺一人が死ねばだと、それは本気で抜かしているのか。何より許せないのは、こうしてそれを利用した自分自身だ。お前、どの道もう後には引けない。覚悟を決めておけ。奴らもここに隠し通路があるとは思わないにゃむ。覚えてるにゃむよ。この屈辱必ず晴らしてやるにゃむ。探せ！まだこの辺に隠れているはずだ。お親父、奴らが追ってきた。ブギー、もう来たにゃむ。そうにゃむ、おみやが外で食い止めるにゃむよ。そんなことをしたら俺はどうなるんだ。殺されちまうよ。おみやは黙ってわしの言うことを聞けばいいにゃも。今まで育ててもらった恩を忘れたにゃも。親父は可愛い息子がどうなっても平気なのかよ。おみやの代わりなんだ。わしがいればいくらでも作れるにゃも。嘘だろ。なあ親父、嘘だと言ってくれよ。この役立たずめ、やっぱり母親と同じにゃもか。あれも最後まで役に立たん女だったにゃもよ。いいにゃも、おめえ
ここで奴らを食い止めるにゃまよ。おやじ、なんにゃ。何のために何のために俺は朝日か。やっと長かった夜が明ける。言われた通り、この一帯の制圧は完了した。次は何をすればいい？ここを拠点とし、陣を構える。ここほど戦をするのに適した場所は他にないからな。やることは山ほどあるが、まずは人員の配備と物資の調達だ。同時に破壊された箇所の修復や補強をしてくれ。いつ敵襲があるかわからないからな。できるだけ急いでほしい。わかった、任せろ。どうぞ、お茶を持ってきました。ああ、ありがとう。おぼろさんもどうぞ。俺にか。悪いな。まだ寝てなくてもいいのか。はい、なんだか眠れなくて。今はこうして動いてたいんです。目元が赤く腫れている。やはり眠れなかったのか。おやすさんたちと一緒に戻っててもよかったんだぞ。Teru and those return to the village to bury Tuska's remains and bring supplies back. Teru only responds by solemnly shaking her head. そうか。なかなかうまいな。お茶はおばあちゃん仕込みですから。はじめましてと言うべきか。トゥスクル様には随分と世話になった。こんな時じゃなければ話したいことが山ほどあるんだがな。はい、おばあちゃん。すみません、アルルーが。ん？ああ、このことか。Since the battle, Aru hasn't wanted to leave my side. No matter where I went or what I did, she followed me everywhere. She finally fell asleep riding my shoulders. 構わんよ。自分にはこんなことしかできないから。でも、重くないですか？大丈夫。軽いくらいだ。ハコーロさん。さて、次は。次はどうする？陣を構える前に。組の編成も考えないといけない。頭になる者たちを集めて少し打ち合わせを。それと兵糧や武具の調達も早急に。アコラさん。いや、少しめまいがしただけだ。大丈夫、何でもない。あの、もう休んだ方が。ハコーロさん、本当はそんなに長く動ける体じゃ。オボロ、お前のところで武力と統率力に優れている者を何人か選んでおいてくれ。それは構わないが、それよりエルルの言う通り少し休んだ方がいいんじゃないのか。あまり顔色が良くないぞ。そうか。とりあえず言われたことはやっておく。だからあんたは少し休んでてくれ。いや、そうは言ってられない。
今のうちにできるだけのことはやっておかないと。まあこのくらいは大丈夫だ。やれやれ。エルル、この男を寝室まで強制連行だ。どうやらこの男は自分という立場を全然理解していないらしい。はい。おい、統括しているあんたに倒れられたら俺たちは総崩れだ。だからここはおとなしく言う通りにしてもらわないとな。ま、あとは俺たちに任せてくれればいい。しかしな。ん？エルル、そうだったな。それじゃあ少し休ませてもらうか。アルルーもちゃんとしたところで寝かせないとな。どうしたエルル、案内してくれるんじゃないのか。はい。ではあとは頼んだぞ。ああ、任せておけ。アニジャは次の戦いに備えてゆっくり休んでくれ。ん？今なんて言った？はい、こっちです。ああ。ここです。暗いので気をつけてください。こら、アルル、そこはハクオロさんの寝床。ダメってば。別に構わんよ。なんならエルルも一緒に寝るか。冗談だ。いただ。なぜつねる。あ、そのまま。エルルーテーブルタックスビーエンドゥザフューパッツ。何か懐かしい、とても懐かしい感じがする。確かに疲れているようだ。体が鉛のように重い闇の中に沈んでいく。この歌確かどこかで聞いたことがある。この優しい歌どこかで。ああ、そうか。あれは呼びにございますか。